どうも、じゅんです。今回は福岡市早良区西陣にある大衆食堂新玉です。新玉は1970年代には西陣商店街の鳩屋通りにありましたが、現在は脇山口の通りを挟んだ中西商店街にあります。で、いきなりとんかつ定食です。これで550円ですから、まさに大衆食堂ですね。実は新玉の名物メニューは焼き飯です。俳優でロック歌手の陣内孝則さんは1970年代に西南高校生でした。当時の陣内さんがよく食べていたのが新玉の焼き飯だったそうで、テレビ番組の誰だって波乱爆笑などで話をしていました。パチンコのナショナル会館近くの宝楽饅頭から入った鳩屋通りには新玉がありました。リアカー舞台もあったし、ドリアが美味しかった喫茶山市、フルーツパーラー田中、ボンコアなどもあります。新玉も復活したことだし、懐かしい西陣に出かけられてはいかがでしょうか。